ポーター、ラベネル、ラベネル踏み込んでいった。24秒ギリギリ、森山ヘッドコーチはトラベル、宇都宮はゾーンプレス準備したんですよね、はい、もうロングパスで切っていきましたね。大崎スリーポイント決めました。高いですね。まあ、アルティーユの方、大崎に戻す、ショットクロックが5秒、大塚ドライブ、堂原のディフェンス、ああその中で決めました大塚。何かあれですよね、まあ、好調をキープしているような印象ですよね。ああ小林に通した、小林決めた。アシュリー取って大崎、小林狙っていいと思いますね。左3ポイント来た、素晴らしいですね。さあまたこれで縦割った、とアシュリーがフォロー、いやー素晴らしいですね。手が伸びてくる、奪いました、いやー素晴らしいですね。そしてラメネル、アシュリー M1、 素晴らしい、このシューターを打っています。ただいいショットでしたよね、しっかりオープンショット作れてますので、はい、ピロトーガル選手と川島選手のところがやはりオフェンスの起点になって素晴らしい形を作っているので、うん、続けていってもいいかなと思いますね。大崎が縦を切っていきました、いや素晴らしかったですね。ちょっと杉本選手のところからの展開見てみたいですよね。そうですね、おお鶴田に通した、杉本のアシスト、ちょっとそれからは伸びそうな感じ、杉本そのままフィニッシュまで行きました。アシュリーへ、ここワンワンでいいと思うんですね。ラベネルスリーポイント決めた。やはり西宮このプレフ大決戦にかけるやっぱ思いが伝わりますね。アシュリーへワン、やり返しましたね。じゃあスリーポイント、シダスリーポイント決めた。そうですね、もうどん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 打っていっていいと思いますね。ただこう楽しみにしてるだけじゃなくて、スポーツで与えるこうワクワクする気持ちとかっていうのはやっぱ必死さでしか伝わらないと思うから、しっかり自分たちもそうだし、ここに会場に来てくれてる人たちをこう最後笑顔で送らせれるように、また来シーズン頑張りましょう。以上です。文鳥スリーワンズスリー。